はいどうも皆さんこんにちは、イサフトです。いつもご視聴ありがとうございます。今回はダークビジョンズのラストステージで活躍が見込まれるキャラクターをご紹介していきたいと思います。火属性、氷属性、光属性の属性別に分けてご紹介していきます。まずはその前に全属性で共通して活躍できるユニット、そして敵の種族である獣キラーをバフできるキャラクターについてご紹介していきたいと思います。まずは共通して活躍できるキャラクターがこちら、アルフレア、フランコンビ、そしてアルティメットレジーナ。今回もこの3キャラによる最高ダメージのポイント争いになるのかなと思っております。特にバルフレアに関しては裏の LB に獣特攻がありますので、今回最適解中の最適解かなと思っております。では続いて獣特攻の付与役ご紹介していきましょう。それがこちら、風上レイン。通常レインは表裏合計8個のマスタークラウンを採用することによって、表で味方全体への 55% の火属性の威力アップを行うことができます。続いて BS5 では 150% の火属性のデバフをすることができます。獣キラーの値は 100%、 マスタークラウンを合計8個使うということで採用優先度としてはかなり低めかなと思います。ヒット数も30と27ヒットのバルフレアと合わせるのは難しいかなと思っております。続いてレイン&フィーナ、 150% の獣キラーに含めタッグアタックを持っていますので、チェインが苦手だよという方にもおすすめの一体となっております。続いてアクスター、サイリンの帝王、獣キラーの値は 160%、防御と精神の 88% のデバフを持っております。LB のヒット数も27とバルフレアと合わせやすい点も魅力的なポイントかなと思います。続いてレイン、FF1 フォーム、まあいわゆるコスレインと言われるキャラクターなんですが、獣キラーの値は 100%、BS5 の LB が獣特化になっていて、約4万2000の LB を叩き出せるユニットとなっています。ただしヒット数が8と若干癖があるユニットなので、採用優先度としてはちょっと低めかなと思っております。続いて、舞姫リン。リンは 150% の獣キラー、かっこ物理のみになっておりますので、魔法のユニットを加える場合は遠慮した方がいいのかなと思いました。続いて最後、セルジュ。まあ、今回僕はセルジュ未所持なので、ちょっと山猫で代用いたしましたが、セルジュは光属性の魔法アタッカー兼、獣キラーの 150% の付与を味方全体に行えるので、今回の弱点とも相性がいいので、最適解の一人と言えるキャラクターかなと思っております。いかがだったでしょうか？その他に獣キラーだったらこのキャラが使えるよという方がいれば、ぜひコメントで教えていただければなと思います。ではここからは属性別におすすめのキャラをご紹介していきます。まずは火属性。火属性はこんな形。まずはティナちゃん。ティナちゃんは最大火属性の威力アップエリア 40% を展開できつつ、火属性の召喚魔法アタッカーとして優秀なため、優先度としてはめちゃくちゃ高い一体となっております。続いてマズルカ。マズルカはマスタークラウン覚醒が必要な上に獣キラーパッシブを持ちません。ただ、火属性のジャンパーとしてはいい火力を持っているため、優先度としてはかなり低いですが、候補の一体として挙げさせていただきました。続いてはタイバス。タイバスはルンドとペアにすることによりまして、LB の威力は6万を超えます。そして自身で武器デバフを行えるので、非常に優秀なアタッカーとなってます。ストーリーを攻略していくことによって、トラマスがめちゃくちゃ強化されて、全種族のキラーパッシブを 100%、不滅がいらないといった破格の強化を受けておりますので、優先度はめちゃくちゃ高い一体となっております。続いてレフティアちゃん。火属性で行く場合にレフティアなしはありえないほどキーキャラクターとなってます。ストーリーで獲得できる漆黒の髪飾りを採用することにより、エレメンタルパワー火属性を獲得しますので、単体に 100% の火属性威力アップをバフすることができます。味方全体に300の LB パッシブや、LB バフ、ステータスバフをまけることから、レフティアがいない火属性パーティーはありえません。続いてビネラ。ビネラはもう採用優先度としてはかなり低めになってしまいましたが、火属性デバッファーとしては現役となり得る可能性があるのかなといった微妙な立ち位置にいます。ビネラは防性 88% ができつつ、火属性の 150% のデバフができるキャラクターとなってます。キットやバンを持ってないよという方は採用してもいいのかなと思いました。続いてはこちら。マリリス。そして、マリリスに関しては、まあ、優先度としてはかなり低めですが、魔法の火属性フィニッシャーという点で挙げさせていただきました。続いてハドラー。
アドラーは持ってる方は少ないかもしれませんが、格闘デバフを自分でできつつ、火属性の魔法フィニッシャーということで入れさせていただきました。ただ、突数によって非常に使いにくい一体となってしまいましたので、今回の敵のギミックによっては全く使えないユニットとなってしまう可能性が非常に高い一体となっております。続いてデバッファーはバン。防御の 89% のデバフ、そして敵への 160% の火属性のデバフを行うことができます。27ヒットの LB も、バルクレアとの相性がいいので、今回最適解中の最適解になるのかなと思います。で、次にキッド。キッドに関しては、アルティメットレジーナを火属性で挑む場合には必要な一体となってまいりますので、もしダメージに伸び悩む方はコラボ期間中に引くことをお勧めします。精神の 89% のデバフ、そして 160% の火属性デバフが行えるデバッファーとなっております。ただ、LB のヒット数に関しては使えない部分が非常に多いので、レジーナの強化役として使うことをお勧めいたします。そして最後はイングス。イングズは今回のガチャによって火属性のデバフエリアの展開ができます。そして表の LB を使うことによって、まあダメージソースにもなりつつ、まあ自分のね魔法を強化できるという点がありますので、魔法をね4連クロマ、エリニエスリングと合わせて火属性のチェイン役として使うのがおすすめの一体なのかなと思っております。では続いて氷属性を見ていきましょう。氷属性のおすすめユニットはこんな形。ただ攻略はあまりおすすめしません。火力を出せるユニットが非常に少ないです。まあ一応ご紹介していきましょう。まずはソル。マスタークラウン覚醒が必須な上に LB 力が最大3万と控えめになっておりますので優先度としてはかなり低め。続いてファイサリス。ファイサリスも同じくマスタークラウン覚醒が必須な上に LB 火力は約3万なので優先度はかなり低めです。続いてラスウェル。ラスウェルも同様にマスタークラウン覚醒が必須な上に LB 能力は控えめとなっておりますので優先度としてはかなり控えめ。続いてスノー。スノーに関してはもしかしたら使える可能性があります。今回敵のギミックに関して魔法壁が必要な場面であれば DS5 が魔法壁として優秀なスノーなので最悪最後だけ表に戻して氷属性の物理アタッカーとして使うことができます。ただマスタークラウンが必要になってきますので覚醒させる必要があります。マスタークラウンの在庫にご注意ください。続いてセリス。セリスは非常に優秀な氷属性バッファーとなっております。ステータスの 300%、LB の 250%、氷の 45% バフができますので、氷属性で挑む際には必要なキャラクターとなっております。採用優先度はめちゃくちゃ高い一体となっております。続いてクラサメ。LB 威力が3万とすでに環境に追いつけていない現状となっておりますので、優先度としてはかなり低めの一体となっております。続いてはこちら。まずはカル。イシェ。イシェは氷属性のデバッファーとして非常に優秀なユニットとなっていて 140% の氷デバフ、そして防性の 88% のデバフができるキャラクターとなっておりますので氷で攻める場合には必要な一体となっております。続いてはカル。カルに関しては4連ブリジャザが非常に優秀なユニットとなっていますが発動までにスーパー LB を発動させるというような条件がありますので発動ターンが限られているユニットとなっています。今回のギミックに関しては、ターン数が合わない可能性もありますので十分にご注意いただければなと思います。続いては大人リディア。リディアに関しては氷属性の召喚魔法アタッカー、なおかつ、攻撃力、魔力の威力アップのエリア展開ができるユニットとなっていますので氷属性で挑む場合には優先度としては非常に高い一体となっております。続いて最後、ラスウェルを挙げたんですがこれはですねコスラスウェル FF4 のコスプレをしたラスウェルをおすすめしたいかなと思っております。氷属性の魔法アタッカーとなっていますので今回挙げさせていただきました。まあ氷で言うと最後はアルティメットレジーナなんかも入るのかなと思いますがまあ共通で挙げているのでここでは割愛しようかなと思っております。では最後光属性を見ていきましょう。それでは最後光属性のおすすめユニットをご紹介していきたいと思います。まずはフリオニール。フリオニールはマスタークラウン覚醒が必須ではありますが剣、短剣、杖、ロッド、斧、槍、格闘の 25% のデバフができますのでパーティーの編成幅が非常に広がります。そしてティーダーの服を採用することによって LB 能力は最大3万7000の光属性フィニッシャーとなっております。フリオニールの弓もクロニクルで強化できてかなり強化されていますので対応すべき価値はある一体になったのかなと思っております。続いてはノクト。マスタークラウン覚醒が必須なユニットとなっていますが剣デバフができる光属性ジャンパーとなっております。
続いてはエレナ。エレナはマスタークラウン覚醒が必須のキャラクターにはなりますが、威力31万のその他仏魔複合 LB を放つことができますので、装備の難易度がちょっと高いキャラクターではありますが、キラーを盛らなくていいというメリットはある一体となっております。続いてはジタン、そしてダガー。ダガーは今回光属性の威力アップエリアを展開できるという点でジタンと組み合わせてもいいのかなと思いました。ジタンは防御 89% のデバフができつつ、ダガーと合わせることによって5万5000の LB フィニッシャーになるといった形なので、おすすめのコンビとさせてあげていただきました。続いてはエアリス。エアリスは光属性のバッファーとなっております。ただ、武神三系ウソサイリンフィーナに比べるとできることの幅が少ない、まあ、ロットデバフができるとはいえ、サイリンフィーナの方がエリア展開ができたりと、おすすめすべきポイントは多いのかなと思いました。続いてこちらの6体見ていきましょう。まずは大召喚師の娘ユーナ。光属性で挑む場合であれば優先して入れるその他ダメージ召喚魔法アタッカーとなっております。反動すると杖のデバフも行えることから非常に相性のいいユニットとなっております。ブラスカの杖、違う、シーモアの杖と合わせることによって強力な召喚 LB 両手武具フィニッシャーになり得ます。続いてはカイン。カインの BS5 光属性ジャンパーとなっております。ノクトを採用するんだったらカインを採用した方が槍のデバフ 30%、 そして両手の槍ということでダメージ効率で言うとカインの方が上なのかなと思いました。続いて光属性のデバッファー、霊源サイリンの帝王。光属性の 145% のデバフ、防御精神の 88% のデバフが行える。ヒット数も 27 の LB となっているので、ガルフレアと合わす際も相性がいいユニットとなっております。続いてはサイリンの帝王フィーナ。光属性の威力アップエリアの展開、光属性の 45%、 ステータスの 400、 LB の 300% のバフを行うことができるユニットとなっています。エアリスの上位互換といってもおかしくないほどな強力なバッファーとなっております。続いてはナイツ。ナイツは光属性の最大4万ソウルオブタイバスを合わせると最大4万の LB フィニッシャーとなっております。体験のデバフ 25% を行えるという自身の武器とも相性がいいキャラクターとなっております。体験のデバフ倍率をもしかしたら間違えたかもしれない、 30% ですね。 30% の体験デバフを行える優秀なキャラクターとなっております。続いては始まりの戦士。始まりの戦士は味方全体への LB 強化ができるユニットとなっております。 BS5 は自身も 27,000 の光フィニッシャーという形になっていますので、枠に余裕がある方は採用してもいい一体なのかなと思いました。続いてはこちらの4体最後だね。最後はヒュンケル。今回はギミックとして魔法壁が必要なのであれば、ヒュンケルは最適解の一人になり得るのかなと思いました。HP を 11% 以下にすれば3万5000の LB を打つことが、スーパー LB が打つことができる非常に強力な魔法壁アタッカーとなっております。続いてはルイーズ。ルイーズは、表がね、光属性の魔法フィニッシャーとなっております。複数回重ねることによってめちゃくちゃいい火力を誇る、魔法フィニッシャーとなっておりますので、光で挑む際は入れてもいい一体なのかなと思いました。続いてはポネちゃん。ポネちゃんはもうエアリス、そしてサイリンフィーナがいないよという方にはいい一体なのかなと思いました。味方に光属性の付与、光属性の全体 35%、 ステータスは 350%、 LB は 250% のバフが巻きます。単体特化であれば光属性の 60% バフができるキャラクターとなっております。続いて最後、セルジュを持ってないので山猫で代用しましたが、セルジュ光属性の魔法フィニッシャー、そしてエリア展開も可能です。獣キラーの 150% を味方全体に付与できることから、今回最適解の一人かなと言えると思いました。いかがだったでしょうか。僕がおすすめしたい火、氷、光のおすすめユニットをご紹介してまいりましたが、皆さんの中でこのキャラが足りてないよ、このキャラもおすすめですよというのがいればコメントで教えていただければなと思います。最後までご視聴ありがとうございます。また次回の動画よろしくお願いします。それじゃあまたねー。